給与、龍渡る&花なのか、胸キュンシチュエーション連発20、スウィートノンフィクションに載せた特別映像を公開。俳優の給与、龍渡ると花なのかが、ダブル主演を務める映画、コアズライのエリー、3月15日公開より、20による主題歌、スウィートノンフィクションに載せた主題歌特別映像が公開された。今作は、藤も母子による同名漫画を実写映画化。妄想大好き女子、エリーが現実の恋に奮闘する青春ラブストーリー。表の顔は、学校一の爽やか、王子だが、実は、口の悪い裏表男子、おみくんことおみしょう、給与を眺めるエリーは、妄想を、コアズライのエリーの名前で、SNS 上につぶやく。給与、原のほか、西村拓也、白宮瑞穂、藤本光大、綱、平永、尾関裕太らが出演する。今回公開された映像では、映画の公開に先駆けて、20発の実写映画主題歌、スウィートノンフィクションの楽曲が解禁された。その妄想、叶えてあげてもいいよ?という、おみくんに、妄想が、現実に、と戸惑うエリーの掛け合いから始まり、アップテンポなメロディに乗せて、要、西村、紗良、白宮、青葉、藤本、霊友、綱、塩田先生、尾関も次々と登場する。物語への期待が膨らむイントロの後、遠くから眺めて妄想するだけだったエリーが、徐々に、おみくんとの距離が縮まる様子が描かれ、ジャージキスや、頭ポンポンと、エリーのように思わずもだえてしまうほど、胸キュンシーンが盛りだくさんに映し出される。サビ前の、ヒロインはなれないとか、恋には、縁がないなんて、もう卒業します。という印象的な歌詞は、現実の恋でも、前向きに奮闘してく、エリーの姿とシンクロ。テンションマックスのサビでは、ウィンクにバックハグとキュンキュンシチュエーションが目白押しで、ときめきが止まらないものになっている。特別映像は、松竹公式、YouTube チャンネルのほか、16日から、全国の松竹マルチプレックスシアターでも上映予定。20が、これは恋なのかな?この気持ちは、好きなのかな?と悩んだ時に聞いていただくと、元気をもらえる曲と語るように、恋に、前向きな気持ちなれる、映画の世界観とマッチした、主題歌となっている。